こんにちは、沖縄カエル紹介のバラです。今ね、7月ね中旬のヤンバルに来ています。もうね、もうすぐね下旬に入るところですね。今日はね、沖縄のね近海でね、ちょっと熱帯低気圧が発生していて、今後ね台風になる見込みのようですが、ちょっとその関係で天気が不安定でね、今もなんかちょっと雨粒がポツポツと落ちてきたりしています。まあそんな関係でね、あんまり奥に入らずに今日はね近場でちょっといろいろ見てみようかなと思っています。まあ 何が出るかはちょっとね分かんないですけれども、ということで早速行ってみましょう。お、雨降ってきた、雨降ってきてるね。どうすっかな。今ですね、林道の松の木の下にね、ちょっと散らばってるものがあります。見えますかね、このこれはね、この松の実のこうやってこうくっついてるやつですね。この松ぼっくりのね、この鱗片を取って、その付け根にあるね松の実を食べた後です。これね、何が食べたかというと、ケナガネズミというですね、まあ日本のね在来のネズミとしては一番大きいね、国内のネズミとしては最大のネズミがヤンバルに住んでいるんですけれども、そのネズミが食べた後です。今ね画面のすべにその写真が出てるかな。このようにね、尻尾が長くて先端がね白くなっています。だいたいね、胴の長さも尻尾の長さも30センチぐらいある、非常にね大きいネズミです。まあこれがね、この時期になるとこのね、松ぼっくりをこのね木の上で食べて、今この食べかすを下にたくさんこう散らばってるところですね。夏になるとね、こういったのをねよく見かけます。よくね、これねエビフライに似てるので、この芯の部分をですねエビフライと言ったりしてますね。ここにね、まだ青いのが落ちてますね。これまだね、傘が青いので傘が開いてないですけれど、まあ、このね、緑周りのやつを取って、その付け根にある、まあ、松の実を食べた後ですね。これがその食べられる前の松ぼっくりです。よくね、松ぼっくりとしてイメージするのはこういうね、もうね、開いて茶色くなったやつだと思いますけれども、まあ、このね、こいつのこの付け根に松の実があるのかな、それを食べた後です。今ですね、こういうねオニヘゴというですね大型のシダが林床に結構茂っている場所に来ています。この、ね、根元の方をずっと見ると、ここにね、まあ、高さが20センチぐらいですかね、これはね室戸無用蘭というね、光合成をしないこれもね蘭の仲間です。これはね、もう多分花がね閉じちゃってるな。でこの辺がこれから咲く花とかつぼみがついてますね。今ね画面の隅の方に綺麗に開花している写真がどっかこの辺りとか出てるかな。これはですね、まあ、光合成をせずにこういうね茎が開花の時期になると、初夏になると茎が伸びてきて、こういうね花だけ咲かすと。でまあ、結実して実になってですね、まあ、その他の時期は地上部がないといった植物になります。光合成をしないのでですね、葉っぱもいらないんですね。非常に簡単な作りの植物体になっています。まあこれもね、光合成をしないということは周りの菌からですね栄養をもらって暮らしているわけです。こういうね光合成をしない植物が生えている森っていうのはですね、非常に自然性が高い、まあ豊かな森であるというね、一つの指標になるような植物です。お、咲いてますね。咲いてます。これはね、トサカメオトランというですね、まあ、林園を好む蘭ですね。花がねこう伸びてきて、こうギュッと曲がってますけれど、これはね別にね折れて曲がってるわけじゃなくて、まあ、これがね普通の通常の状態なんですね。
こういうね、茎が曲がって下向きに花を咲かせるというね、ちょっと面白いランです。このね、トサカメオトランは、沖縄ね、諸島よりね、南の方に生育しているようです。まあ、沖縄諸島がどうやら北限で、東南アジアとかね、結構広く分布しているようですね。まあ、このね、花の形を鶏のトサカに見立てたんですかね。まあ、もしかしたらメオトランっていう言い方はね、この葉っぱがね、結構2枚のやつが多いんで、まあ、これをね、メオトっていう風に見立てたのかなっていう風にね、ちょっとね、私の勝手な想像ですが、そんなことを考えています。これはですね、アメリカハマグルマというね、外来種ですね。沖縄のね、林園とか海岸とかにね、たくさん生えてます。こういった植物がですね、林園を埋めるように、繁茂するとですね、トサカメオトランのような植物がですね、林園を好む植物が生えるスペースがなくなってしまいますね。はい、お疲れ様でした。今日はね、実はね、こういうね、新しくね、Amazon で買った iPhone 用のピンマイクを使って音声拾ってます。ちなみにこの T シャツは今日は、ナコハーフマラソンの T シャツですね。ハーフマラソンのね、自己ベストを出した時のマラソン大会です。今年もね、那覇マラソンはね、また延期のようでね、オンラインになるので、ちょっと残念なんですが、まあでもね、頑張って、ランニングも続けています。今日はですね、ちょっと台風が近づいているということで天気が不安定だったのでね、昨日はね、すごい青空が覗いてるんですが、結構雨が降ったりしたので、林園を中心にね、回ったんですけれども、最初に見たね、モノトムヨウラン。これはね、花のね、時期がね、ちょっと今日はあまり良くなくて残念でした。終わったやつとかね、またこれから咲くやつばっかりでしたね。でね、ちょっと場所をね、移動して、今さっきね、トサカメオトランがね、何株か綺麗な花を咲かせていて、久しぶりにね、白い可愛らしい花を撮影できました。とても良かったですね。まあ、ということでね、今日はね、ちょっと夜の部はなしで、これから引き上げたいと思います。じゃあまた、バイバーイ。あ、チャンネル登録と評価ボタンもできればよろしくお願いします。